1850年以来、プジョーは10個のロゴの変遷を経ていますが、そのすべてがライオンの衣装です。このロゴは新しい時代、新しいニーズ、新しいトレンドに対応し続けるプジョーブランドの進化を象徴しています。2010年から使っていた前代のロゴはブランドの上級市場への移行を体現すべく変更する必要がありました。今まで売れされていない車は一つだけありました。それはここの出てる308です。今回アップデートされたことでデザイン、技術、安全装備など全ての面で全く新しいモデルになりました。何よりもその存在感はハッチバックの中だけでなく、たとえ SUV の集団の中にいても最も注目を引きつけるのではないでしょうか。大型のフロントグリルの中心には新しいプジョーエンブレム、独創的なグリルデザインが印象的だと思います。フロントとともにサイドのシルエットはニュー308のデザインの改革の証明です。延長されたボディとホイールベース、伸びやかなシルエットを生み出して後席のスペースも広く確保されています。リアもフロント LED 同様 LED テクノロジーによるモダンで高品質なリアコンビライプを採用しています。パッドの左側に主に ADAS のコントロールスイッチ、右側にはボイスコントロールやメディアの操作系スイッチを配置し、より使いやすく改良されました。ドライバーの目線の高さに配置されたメータークラスターは10インチのデジタルパネルが搭載され、 GT グレードではこのパネルが 3D に表示されます。ご覧の通りニュー308には新しいオートマチックセレクターが採用されます。主にエントリーグレードに搭載する 1.2L ガソリンピュアテックエンジン、真ん中は現在も 70% に近い高い販売率を誇る人気の 1.5 リットルクリーンディーゼルエンジン、そして新しく採用する 1.6 リットルガソリンをベースとしたプラグインハイブリッドモデルです。よろしいでしょうか。そうしましたらこちら左手の方に顔の目線の方よろしくお願いいたします。こちら側に目線お願いします。